もうなくなっちゃった。あるある。あるある。これはわさび醤油でいくから。ね、例えばどういうことなの？なんか、トノも。あ、そうそう。ラブリーちゃんっていうんですよ。そう、ラブリーカズ。ラブリーカズって自分で。そういうのをやってるの？全然可愛くない。ちょっと待って。エジアイスさん、ちょっと。ちょっと待って、でその証言が実際に聞きたいっていう。証言、証言。なるほど、リアルな声が、リアルな声が。他はなんか、お、人は死んだらどうなるの。なんかでもいろんな人から聞かれたって言われて、私も聞かれたって。なんて言ったの、 ちなみに斉藤ですか、うん、いやでもその葛藤も人生なんじゃないかなって。なんだ、ケーキを作ってる途中に包丁洗っちゃおうと思ったら、うん、シャシャシャって洗ってたらシュッてやっちゃって、うわー、ほんとバスって血がすごくて、一、うん、人だったんですよその時家で、うん、お母さんに電話かけて、うん、どうしよう、手切っちゃったって言って言ったんですけど、うん、今帰れないって言われて、うん、頑張ってって言われて、頑張って頑張ってマイアンとマネージャーさんが私の家に来てくれて、行ったの？超優しいじゃん。違うんです、仕事帰りでそのマネージャーと車の乗ってて、違うんですって、違うんですよって、俺違うんですよってないと思う、本当は帰りたかったの？いや、お腹空いてたんで早く。あざといのはもちろんなんですけど、頭がでかいです。赤いボーラーハットをかぶって4人で撮る撮影があったんですけど、真夏見たら1人だけ浮いてるんですよ、僕が。どんどん浮いてきたんだ。帽子屋さんに行ったら5個試したんですけど4個入らなかった。ヘルメットかぶった時があったんですけど、その時もかぶれなくて真夏だって。ヘルメットも浮いちゃって、もう終わりだよ。もうどんどん出てくると分かんないよ。おいしい、おいしい、おいしい、大丈夫ね、クリア、おいしい、おいしいよね、届けますね、届けました。もうなんもうなくなってるでしょ、もうないです、あるじゃん。いや、これもういらないの？あ、いいよ、誰か食べれる、これ。なんでいらないの？いいよ、1個ぐらいいいよ。じゃあ世界2位のプリンがなんでいらないの？世界2位の、世界2位の間、人間界最下位が入っちゃった。これ最下位なのか。全国ツアー中全部どの箇所でも毎回やってました。マジで？じゃあさ、ちょっとさ、初めやってもらってさ、ちょっとこっちから合図出すから、そっちからこう入っていっちゃいます。ということで、斉藤ジョンソンによるオーバーチャーです。あれ、こんな激しいの、こっちは。こういうことなの？ちょっと1回目よ、ちょっとごめんごめん、あれ全然踊り違うじゃん。ちょっとさ、イメージと違うのよ。あー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 
ドジだな、ドジだな、ドジだな。堀の男役ね、堀の、どのセリフが良かった？僕はね、堀の男役のセリフで一番好きなのはね、うん、この堀が、ちょ、お前わざとそういうとこが良かった。井村さんがあの帽子かぶって俺は本物の男だからねそれで笑うセールスマンみたいな、ドーンって言ったの。例の
の外に隣の子にめっちゃ並んでたりするんですけど、それを見えてるんですよ。それ並んでる人からも見えてる。並んでる人からも見えて、なんか手振ってくれるんですけど別に来ないんですよ。わこれ辛い。で一方その頃中田。中田は中田はなんだ。ピークあったけどもね。全然でしたな。どうだったかな。行くよ。じゃん。マグドラを極める。赤をあるからね。いや言ってたけどしょうがないよあれは。いやあれも怖いよ。怖いよ。あれは逆に怖いよ。そう。あのテレビで超見るやつでしょ。あれ怖いよテレビで超見るやつ。あんま言えない感じ。あもうボロクソに言われたの。一言でちょっと。あー厳しい。お前カエルみたいだな。俺だろ。言われるわけねえだろ。ヤフーであの川越って検索すると川越ひなモデルがすぐに出てくるようになって、その後にすぐにモデルあの川越ひなって出るようになって、私モデルなんじゃないかなって。川越ひなモデル。私も不思議です。ねあと顔面の今大きさが全然違いますけど。今バレないように頑張ってたの。帽子を探してきて、で真夏でも入るちょっと大きめの、ね、帽子貼って、あれ可愛らしい帽子入るかどうか。なんだあれ。ちょっと白石さん嘘だろ。嘘だろ。あれあれ俺でもちょっとまあでもここでいい、この位置でいいんじゃない。これですか。合ってますか。でもあのペルーのおばさんとかみたいなのね。うんうんうん。きっといつも私を感じれるよ。いやなんか何今のドレス発言がすごいな。ドレス発言だ。チョコはチョコ。あチョコ見よう。なんかナウトインティライミさんが抜けに移った。あ、秋山両方であれナウトインティライミさん来ていたっけ。じゃあ君本当にあるの。あれ何が。傷跡。あっほらスワオ。短いのって強いよ、はい、そうですね。短くてドンっていうのはオラフの、オラフのやつあんじゃん。雪だるまつけ。このぐらいのさ。いただきます。どうぞ。ダメかも。私大好きなのでダメですか。いやったな。お父さん、奪って飲んでください。いただきます。何やってんだお前に。このお父さんすごいな。設楽さんのおふざけが過ぎて本来の目的から若干逸れたのもカットのポイントです。これ俺のせいだ。なるほどね。はい、私必殺技なんですけど、リアクション取ってくれるか。何必殺技。いきますよ。はい、決めた。ビーム。ビーム。本当ネビルの友達キムラ。日本人役。それちょっと悪口だから。違いますよ。あ、昆虫、昆虫っぽい。昆虫。虫っぽいする。確かに。やば。悪いな。キムラさんには。俺も杖。ベラトリックスの杖。ベラトリックス。ベラトリックス。はい。でもデザインで結構選んだよね。ちょっとしなってるね。しなってるね。なんかバカにしてんね。バカにしてるよね。なんでまっすぐなのが欲しかったけどね。どういうこと。すみません、すみません、すみません。キャロット。だから、してるわけ。実用的なのやっぱいいよね。実用的なの嬉しいよ。どこがな。どこがな。時間だと思うから、早回しして歌います。ある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 。こんなに誰かを見せてくれる。いいじゃん。
2011年10月からやってきました乃木坂ってどこ、本日で終了です。まあ厳密に言うとちょっと収録がここで終わりで、あと2週ぐらいはあの総集編を入れるかもしれませんけど、今日で乃木坂のスタジオ収録がこれで最後ということになります、はい、終わりです。すごく成長させてくれた場だったので、すごい乃木坂ってどこって番組があってよかったなって思います、うん、私もなんかこの乃木坂ですごい殻を破ってもらえたというか、この番組がなかったら見せれてない姿もいっぱいあったと思うから、現場のスタッフさんとバナナマンさんとこうやって今までみたいに定期的に一緒に過ごす時間がなくなってしまうってことが悲しいし寂しいなっていう気持ちが今は急だったので大きくて、劇場もない私たちにとって乃木坂ってどこが劇場のようなもので、初期からずっと一緒にやってきたのですごく寂しいしびっくりしたし、さっきなんか日村賞もらってないから、なんかバナナマン今度は洋服じゃなくてバナナマンさんと一緒にご飯行こうっていうのを言ったらいいよって言ってくれたから、楽しみにしてたのになくなるって言ったから、まだまだこれからなのに、ずっと最初から見てきてくれてた乃木坂がなくなっちゃうのが本当に悔しいです。今までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして、乃木坂ってどこは終わってしまいますけども、新たな番組が始まります、MC はバナナマンで、皆さんがまた来るというね、リニューアルしますので今、ちょっとロドリコ、君たちはすごいバナナマンに感謝してるんだね。本当だね。そりゃそうです。あ、な、結構泣いてくれるんだな。泣いてくれるんだ。びっくりだ。暗いとか桜井とか超怖い顔してなさいから。そうそう。そう。星野がすげえ結構初めてぐらいでかい声じゃなかった。いや一緒にご飯食べるんだよ。いいよ。やっぱみんな良かった。みんないいよ。とっさに あの感じみんないい いね。橋本とかも泣くんだと思ってちょっとなんか。やっぱりなんかバナナマンさんと会えなくなるのかもしれないって考えたらやっぱりなんか。私バナナマンさん好きなんだなって嬉しい。